やるじゃないか。面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやり取りをしたそうな勢いだ。なあ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をしているに過ぎない。死亡者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ 頑張って探してきなよ。あらら。こんな些細なことで怒っちゃったのどうやら変わっちゃったみたいだね。情けなくて、焦胆なヘナチョコに。些細なことだって間違ったことを言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶眼 <laughs> <laughs> がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも。 邪眼は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか、君たちにわかるかいこれを実現するのに、かなりの力を費やしたのは、僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると、すべて価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、 力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で、世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんて、お得だと思わないメガリレーは、お前たちが消しかけたのかまさか、初めから稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は、 僕たちが利用できるほど、ほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで、内部から攻め落とせるほどにね。永遠は、時間を非常に長く伸ばすことができる。だけど、その間にある一つ一つの節目は、とてつもなく脆弱なものになるんだ。抵抗軍にいる君の友達のように、どんなに努力しても、 無駄なのさ、水中の泡のように美しさを放った後は破滅が待っている失えば失うほど手にしたいと思い無能であればあるほどそれに抗う <laughs> 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 こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね <laughs> そうそれだ怒れフンヌしろこの工場にある魔人のエウサにとってフンヌは最高のエウサハした

いさっきから聞きたかったんだけどなんかお前の話し方とか雰囲気とかオイラたちと最初に会った時とだいぶ違うようなそうかおそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃじゃからどの一面であろうと。 すべて本物の自我差し当たって人間に属するこの社会においてわらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃえっと全然わからない <laughs> もっと人間というものを研究するんじゃなおいらも気になるぞおいらあの時旅人のことばっか見てたからお前が何をしたのか全然わからなかった 大社の秘宝じゃあの残票というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか <laughs> そのようなことを考えるよりどうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞそうは思わぬかでなければ。 やはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは汝の行動じゃ。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。安心せい。すでにあの渡ミ島の指揮官が。 手下あの残標というものも産後のみやここというを、やっかいこれを何時に伝えたのは何時？あやつにあったなわらわが言っているのはその人形ではなく彼女にあったのかと聞いておるそう自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続くその名は えいそれって儀式にいたのは人形で本物のライデン将軍はその後にあったやつだったってこつまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたとあれこそらこの国の永遠を追い求めるにはまずは己が永遠に触れねばならぬ肉体はやがて土に帰り精神は魔耗からは逃れられぬ じゃああの刀で切一心浄土自我の世界に閉じこもり外の雑それがエイが模索した永遠への道じゃモラクスのことかもう久しく会っておらぬリーユへの神がそのような選択をするとはなでもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもなえっ <laughs> <laughs> じゃがあやつのやり方まるで自らの部屋に閉じこもるあやつの言う永遠はもうとっくにつまるところ失うのが怖いんじゃ汝とわらわは同じ立場におる汝はメガリレーから稲妻の民を救いそしてここが肝心なんじゃが一心浄土がえそれがお前の考えた 言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて理解が早いなともかくまだ自分が特別なことを認識しておらぬのか言ったはずじゃ一心浄土は基本的にあやつは何時にじ他のやつははいあの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から何時の存在は刑期だけでなく 対ライデン将軍特訓汝のために特別に用意したんじゃ